トカ式カツのトカチャンネル、はい、えー。今度はライト級のね前回話しましたよね、えー、ライト級あの時はあのちょっとベストワンと最強はって言うんでロベルト・デュランというのをこう言いましたよねで <laughs> 2位最後って言われたんであんまりちょっと調べてなかったんですよ正直言うと。 で目の前で見てた競泳ボクシングジムで一緒にいたナザロフロシアのねラザロフで最近のロマチェンコ、まあ、注目されてるで見てたんですけどもでもやはりちょっと来時にはもっといるはずだというのであと、ね、皆さんの投稿のメッセージを見てみるとあれそうだよないっぱいいるよなってもう一度私調べました申し訳ない。 1>, えー、1回目はライト級の最強しか聞いてなかったんでデュランと言いましたが、まあ、2位ちょっと改めます、えー、ナザラフよりもやはり、まあ、ナザラフもいい選手ですけども、えー、強いと思っている選手が、えー、ライト級では、まあ、何回きも制覇してるんですけどもモズリーという選手ねこれは強かったね、えー、確かに強かったいろいろこう、まあ、試合見てもかなり ね、パンチもあったしスピードもあったしね、えー、手数もあったし、まあ、テクニックもあった素晴らしいこの選手強いもう見るからに試合が本当に豪快でしたえー、リングの上での勇姿を見たとしたらこの選手はすごいやはり強かったですただあのーまあ、投稿の中にもありますけども、えー、薬をやってたとかまあ薬で強くなるっていうのは あままり関係ないいと思います私の中ではね薬入れて興奮してはガーッとガンガン行くかもしれないけども、えー、スタミナはやっぱり練習してなきゃいけないし、えー、テクニックはやっぱり習ってなきゃいけないし、えー、そういうパワーもそういう意味ではつけてなきゃいけないだから興奮したりいろいろ筋肉注射はね筋肉つけたりもしますけどもでも格闘としては殴り合うとしてはそんなに薬は関係ないと思います。 だからこののライト級の第2位にモズリーを入れました、まあモズリーはね、あのー、ライト級でも素晴らしかったですけども上の階級上がってね、えー、ウェルターかなそこであのメイウェザーにねいいパンチを当ててストレート当ててねもうダウン寸前までさしてますからすごいやっぱりいい選手です。 もうね、本当は1位が、ね、分かりやすいんですよ、まあ、世界中、まあ、みんなもそうですけど、1位は分かりやすいんですよ、やっぱり飛び抜けた人は1位、2位、3位、4位、5位と、もう、これね、もう、どっこいなんですよ、確かに。うまあ、それぞれ5人、10人入れれば、そこに出てくる人をピックアップするしかないぐらい、もう決めつけるのはとても難しい、だってもう、歴史が長い上にスーパージャンプいっぱい出てるからね。 すごい難しいんだけども、まあ、私的にはしてもらえれば3位は2人挙げさせてもらいます、えー、エドウィン・バレロ、ね、27戦全勝全 KO かなこれすごいですねデビューから18戦まで全部一覧ウですよこれはすごいまあもちろん戦い方のね、えー、一番強いっていうのにはパンチだけじゃないですからやっぱりスピードおーパワー えー、手数テクニック当てかとかねありますからもう全部総合してやっぱり強いっていう、まあ、ロベット・デュランでしたけども、えー、バレルは、まあ、モズリーの後に持っていきたいなとなぜかというと18連続1ラウンド,ウンド18連続慶応防衛は慶応防衛ですよ慶応ですよそれはもしかしたら世界記録かな違うかなそれは分かりませんけど。 デビューから18連続1ラウンドってそして私はあの、まあ、定点ジムの、ねえー、選手として来まして,来て日本からの、ね、ー日本なんかとか、ね、8回戦がこう1ラウンド勝負で戦って持ったら100万円ってそこまで自信つけてバレロと戦わせたといういかにバレロがパンチがあって早く倒すかという。 A 級来世に接しては8回戦も10回戦もランキングもボクサーも A 級というのは世界チャンピオンまで A 級ですよそんな素晴らしい選手におたった1ラウンドで倒せと倒せなきゃ100万も払うというそういう賞金をつけたんですよねでもみんな1ラウンドで日本人が挑戦して1ラウンドでやられましたよそれほどパンチ力があったんですねロベルト・デュランは石の拳って言われたでもバレロは鉄アレーのようなパンチだったと 皆さん日本にバレルが来た時のスパートを見た人の評価です鉄アレのよあと戦った人も言ってますあのスパートでやった人もねそれぐらいパンチあったんですねまあテクニックとかねあの当て勘とか攻防ではやはりロベルト・デランが、えー、やっぱり上に、ね、出てましたけどもでもロベルあバレルはやっぱりすごい負けなしの27戦全勝全勝これはなかなかできない。 でまあ、亡くなり方はね、えー、なんか薬をやってて奥さんを殺して自分も自殺したと、まあ、最悪の死に方世界最高の成績を収めながら最高の最低の死に方をしたという、まあ、本当に残酷な話ですけどもでもそれを抜いたとしてリングの上の戦い方を見たらまあベスト3には入れたいなと。 思いましたそれぐらい全勝全あをで、えーまあ、18連続の1ラウンドをもをそれを見てもおあと1ラウンドで日本ランカーとかね八冠戦を圧倒的に倒したそれぐらいのもう強さを目の前で僕もあの世界戦で見てますからね前座のその賞金マッチをやはり強いあのパンチは半端じゃない一番パンチ良かったんじゃないかって言われるぐらい強い。 だからベスト3に入れたいただしもう一人これ3位に入れたいそれはあのロマチェンコもう彼の技術はもう天下一品ただライト級でもう満杯の今ね強さですよねこれ以上上がるとちょっとあの上の階級のチャンピオンたちには追いつかないかなっていう。 もちろん筋トレガンガンして上がればねパワーもついてきますから今もライト級でで満杯の力ですよねそういう意味ではパワーじゃなしにあの世界一の技術を取り入れたあの当て感あと感避ける感あの動きを入れてまあベスト3には入れたいこの3人が世界ライト級の最強選手です。ナナザザロロフフとねナザロフは最初に入れましたが、まあ まあ、ナザノフは1 0位以内に入ると思うんですけども、まあ、ナザノフが、えー、ライト級でいました東京サンタという、まあ、日,本日本に、ね、スカウトされて東京サンタという名前だったんですけども、えー、ミ,ミ,ミゲール・アンフェル・ゴンザレスというのが、ね、日本にあの輸入ボクサーとして来て、えー、その時は東京の日本のイメージをつけるために東京サンタという名前が出ました強かった。 強かったけどもやっぱり外国人選手ということでえまあ日本の競泳ジムがどうしようかなまあ高い選手だしえ日本では勝率もどうだろうと悩んであげく海外に返してしまったでもナザロフとスパ,スパリングやってもアンフェル・ゴンダレスの方が東京サンタの方が強かったというね評判はよく聞きます。だからまあこの 2人もまあ 10, 10位ぐらいに入るのかなとは思うんですけどやはり調べてみると私の記憶で調べてみるとやはり強いのがいたモズリーねバレロ、えー、ロマチェンコこの3人がロベルト・デュナムを筆頭にベスト3ですね。はいまあこれはまあもちろんね「トカチャンネル」ですけど私の全ては考えで入れてます。私の全てのてりで で計算してて入れてますだからあのー、いや僕はこうだああだっていう意見はどんどんくださいはい、まあ、一応見てますからはい、えーまあ、それでまた「おおそうだなこういう意見があるのか」とか、えー、まあ自分の中で今の言った中がベスト3ですからもしも「おこっちの方が」と思ったらまた言うかもしれません。まあ、そういういいい意味で、あのーね、世界広いし歴史も長いから 1>, もう本当1位以外は2位3位4位5位6位もう大変です本当は決めるのがねえまあとりあえずはあのライト級は1番はロベルト・テュラン。